か、うん、その誰かに傷つけられてこの人を叩きたいって言って言ってるパターンの人はまだわかるんですよ。あの、うん、芸能人の人でそういうパターンで YouTube 始めた人もいらっしゃるので、だからそっちはわかるんですけど、あの人なんかいろんな人に飛び火させてなんとか登録者数を伸ばそうとしてるんで、まあ、あることないこと言っても別にそのないこと言ったとしてもないことを証明ってできないんで、例えば青木さやかさんがポメラニアン食べてたよって僕が言ったとして、うん、青木さやかさんがポメラニアンを食べてない証明って超難しいじゃないですか。だからほのめかし系って多分止めようがないし、でほのめかされたのが面白いと思う人っていうのが必ずいるので、なのでまあ儲けようと思ったらできるけどそれ続けてどうすんのっていう気がしますけど。